シアター。はい、ということでですね、俺がいるカンの放送が始まってからこのチャンネル、まあアニメチャンネルみたいになってますけど、そうね、新規は絶対そう思ってる、はい、そうですね、ペンキチさんは、まあ、大の俺がいる好きだというのはもう見ていただいたら分かる通りでございますけれども、うん、そんなペンキチさんにですね、今回アニメももうついに完結ということでございまして、ね、テレビアニメやはり俺の青春ラブコメは間違っているのクイズ大会をしていきたいと思います。ガン問題は全てで10問。もちろんペンキチさん自称大ファンなわけですから、はいはい、難易度はそこそこ高いです、うん、はい、で、そしてですね、もしないとは思いますが、もしですね、7問以上、10問中7問以上、ね、うん、間違えてしまった場合、あなたの宝物、由比ガ浜由比の着物フィギュア、こちらありますね、こちら没収です、売りますで、売った額は僕のものです。いいでしょう。わかりましたか。うわマジかよ、それこの前日本橋行った時に1万8000のお買い取り価格だったから、うん、あ、いやもうこれはかなりですね、いいと思いますけれども、まあ状態もいいですしね、もちろんね、ご褒美も、そうじゃなきゃやらねえよ。はい、俺がいるといえばですね、はい、やっぱりこちら引き貝8万の大好物、うん、マックス缶コーヒー、はいはい、こちらをですね、正解するごとに差し上げます。で、この、差し上げる本数はですね、問題の難易度によって変わってきますので、そちらはですね、まあまあ僕個人的にマスターの独断と偏見で決める、はい、決めてありますので、あなたが間違えれば僕が飲みます。だから難易度高いやつをもしね、あなたが間違えてしまった場合、僕がしんどい思いをするかもしれない。日本は多分それだけよ、練乳が入ってるコーヒー。そうなんですよ。もう早速ね、やっていきたいと思います。よし、行こう。第1問。ああ、1問はですね、1問目はですね、はい、キャラクター名クイズでございます。はいはいはい、俺がいるの中に登場するキャラクターで、名前のあるキャラクターの、うん、名前をですね、ひらがなでも構いません、それでは画像をお見せいたします。こちらです、どうぞ。嘘だろ。こちらのですね、真ん中の、セーラー服を着た、無理だろこれは、さすがにこの子にの名前をお答えくださいませ。このね、イベントは覚えておりますか。いや、もちろんもちろん、ね、千葉村での人間関係崩壊作戦、もうああもうなんか違う気がする。信じてください。2文字か3文字かで、わ、思い出した思い出した、いきますよ。それでは回答どうぞ。ゆか。ゆかでファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解はゆかです。よかった、いや、これよく思い出したなと。ゆかがさっきあんなこと言わなければよかったんじゃんみたいな感じだったんだよ。うん、そうそうそうなんよ、まさにそのセリフ。2巻マックス缶コーヒー差し上げます、どうぞ。2巻ゲット。2マッカンポイント。まあ人生は苦すぎるからね、コーヒーくらい甘くたっていいんですよ。甘くたっていいんですよね。第2問、まあ、キャラクターじゃなくやったこと、大きなことですねについて、答えていただきたいと思います。まずこちらの画像をご覧ください。彼女、あ、白めぐり様、はい、彼女がですね、文化祭で担当した楽器は何だったでしょうか。あ、文化祭でですね、有志で、はいはいはい、はい、時間稼ぎで雪乃が言い出したビタビタスイート歌ったやつね。ゆいがボーカル、はい、雪乃がギター、はい、先生がベースで、春野さんがドラム。てか普通にバンド的に考えたらキーボードとか木琴なんだけど、残るのが木琴なんか鍵盤系を想像思い出して、もう、まあ、もうまあまあ普通にこれは。それでは答えをどうぞ。キーボード。キーボードで、正解はキーボードです。まあまあまあ、これはいけるでしょう。こちらですね。あ、本当だ、キーボードだ。キーボード姿ごめん、よかった。あの、普通にキーボードをやられてましたね。まっかん一貫でございました。今までの企画で一番俺緊張してますよ、普通。第3問はオープニング曲からの出題でございます、はい、歌詞の一部が抜けたオープニング曲を聴いていただきます。曲聴いていただきましょう。なんで3期のオープニング、マックスと違う、ハロマリじゃない。まあまずね、リリースされてからそんな大して時間経ってないですよ、撮影日まで。そうなんです、数週間ぐらいしか経ってないのよ。だからもうこれ簡単かなと個人的には思ったんですけどね。では回答どうぞ。俺は本物が欲しい。なんだその回答はよ。はっきり言おうか、うん、全く分からん。でももっと聞いてると思ってたわ、普通に。あのな、うん、
あんま大きい声で言えんけど、うん、恵みの雨のフルバージョン買ったの一昨日なんよ。おー、いい。習慣を変える君はダークヒーローでございました。いただきます。飲み方がモンスターなんよ。第4問、目を見てこのキャラは一体誰でしょうというのをやっていただきたいと思います。どうせ主要キャラじゃないんでしょう。こちらです。ドドン。あ、はい、わかりました。わかりましたか。まあこいつはね、解けるんじゃないかな。ぺー、これわかりやすいでしょう。マジないわ。もう分かってる人、分かってる人の感じが出てますね。ちょっとね、あのすいません、名前の方だけ漢字書けないんで。あ、もう全然そこは。それでは行きましょう。飛べかける。マジぺー、正解でございます。飛べかけるくんですね。あ、これね、なんで分かったかって言ったら、前髪ないじゃん。うんうん、大体のキャラクターって前髪が目まで大体かかってるの、どの主要キャラも。だけどそれがないんで、黒いあの特徴的な目じゃないっていうのは、うんうん、飛べっちだな。ということで、こちら末巻2巻でございます。末巻2巻末巻2巻でございます。どうぞ。次正解したらもうこいつは守れます。あれ、そう。はい。あ、そっかそっかそっか。そうです。第5問、各話数にですね、その話数を表すサブタイトルがつくんですけれども、それを聞いて何期の何話かを答えていただきたいと思います。俺がいるって無駄に長いのよ。そうなんですよね、長いですよね。サブタイトル、やはり一色いろはは最強の後輩である。やばい。まあ、まず2期は確定だね。1期はまずいろはが登場すらしてないので、もう原作のサブタイトル取ると一緒だから、うんうん、それを考えれば噛んだな、これ。はい、これは頑張るしかない。さあ、それでは回答オープン。缶の第3話、缶の第3話で、はい、ファイナルアンサー。あ、4かもしんないな。4にする。4にしますか。はい。いや、一度決めたことは貫き通そう。貫き通しますか。第3話で、缶の第3話。缶の3話で、はい、正解は缶の3話です。よっしゃ。マジで嬉しい。変えなくてよかったね。よかった。はい、まあ、こちらはですね、まあ、ちょっと難しいかなと思いましたので、バカむずいわ。マックス缶コーヒー3缶プレゼントです。嬉しい。はい、どうぞ。第6問でございます。はい、これからですね、あなたには無音でアニメの本編の映像を見ていただきます。ほうほうほう。そしてそのシーンで流れている BGM を3つの選択肢の中から選んで当ててください。まあ、選択肢問題なので絶対3分の1では当たるということでございます。映像の方、はい、ご覧いただきたいと思います。どうぞ。ああ、はい、トスカとお風呂とか。はい、わかりました。もう大丈夫です。さあ、俺がいる族の1話です。曲の方、候補を聴いていただきたいと思います。テテテンテンテン、それでいきますよ。候補1つ目です。はい。こんな切ないシーンじゃない。2つ目、これは竹林で八幡が告白したことに対してユイが激怒するシーンの BGM ですね。選択肢3つ目。選択肢、選択肢3つ目。はい、はい、OK です。はい、ということで、まあ、これは、はい、いきまーす。3、3つ目でね。はい、いいですか。正解でございます。はい、まあ、これはね、まあ大丈夫かなという感じだったので、まあ2巻ですね、あげます。まだ俺がいる族の3人の関係が平和な時の時代ですね。第7問はですね、シーン問題です。うん、うん。このシーンの次のシーン、どんなシーンでしょう。言葉で説明すれば OK ですね。そうですね、了解です。ちょっと待って、難しい。あ、分かった分かった分かった。はい、こちらのシーンの次のシーンの、説明をしていただきたいと思います。マラソンの関連で、そのマラソンの走る葉山を孤独に、なんていうの、一人にするための作戦に、トッカを協力をお願いしたシーンだから、よし、いや、多分この次のシーンの回答をどうぞ。男子がマラソンをスタートしていくシーン。はい、回答を
お見せいたします。なるほど。回答こちらです。正解じゃない？はい、ということで正解です。よっしゃ。大体みんなが集まってもこっから男子スタートしますっていう、そういうシーンでございましたので、正解こちらの問題は、まあ、ちょっと難しい問題でしたのでね、マックス缶コーヒー4缶差し上げます。お前もう飲みたくないだけだろ。4缶あげます。続きまして第8問ですね。はい、第8問もこのシーンの問題になるんですけれども、この次のシーンどうでしょうじゃなく、この前のシーン何だったでしょうになります。問題のシーンはこちらでございます。そんな噛んじゃーん。サバ、こちらのシーンですね。こちらのシーンの前のシーンです。はい、それでは回答オープン。春野さんがロビーでヒッキーを待ち伏せするシーン。それで回答は大丈夫ですか？はい、回答はこちらです。よっしゃー。こういうのなんか待ち合わせっぽくていいでしょ。待ち伏せです。これも待ち伏せというの？はい、もう間違いなくそれですね。着方も完璧だから、はい、もうこれも完全によし大当たりでございます。素晴らしい。はい、それということでね、マックス缶コーヒー4缶プレゼントでーす。よし、おー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 おお、もうこれで第8問まで来ましたから。ずっと背後でふざけてる人いるんだよ。それでは第9問に参りたいと思います。はい、9問はですね、まあ、このシーンのセリフ何と言ってるでしょうという、うん、そういう問題になりまして、とあるシーンを見せます。で、その一部が音出しになっておりますので、そこのシーンのセリフを当てていただきたいと思います。さあ、それでは、シーン見せていただきいきたいと思いますので、こちらです、どうぞ。なら俺と彼女は、なあ雪の下、そうかよ。そうよ、懸念は吐かないもの、はい、ここまでです。まあ、だいたい3パートぐらいに分かるかな。お前さ、俺、あの1問終わってパッて見たら食ってたよね、スーパーカップで、もう1問終わってパッて見たらないねん。え、スーパーカップって量まあまあ、あれな、あれ普通口バカでかいねんって、ほんまにそれ木のスプーンに乗る量じゃないねん。回答をどうぞ。まず、はい、最初ヒッキー、俺と友達に、はい、そしてそれを遮ってごめんなさいそれは無理、はい、まだ最後まで言ってないのに、うん、あなたと友達になるなんてありえないわ、はい、そうかよで、はい、でそうかよに繋がるはずです。ということで、もうじゃあ正解のもう VTR 見ていただきますけれども、もう正解そちらでよろしいでしょうか、回答は、はい、さあ、それではいきます。回答はこちらです。まだ最後まで言ってねえだろ。前に言わなかったか。うわあ。あなたと友達になることなんてありえない。いや、こんな何だったっけ。そうよ、去年は測れない。はい、ということでね、まあほぼ正解なんですけども、ダメだろこれは。ちょっとね、惜しかったね。一期の第1話で全く同じ下りをして、うん、俺と友達にまで、一期の1話はここまで行ってるんだけど、うん、俺とで最終話は区切られてるのがいいところなんだけど、そうなんですよ。何を言おうとしてるのか、雪乃に読まれるのがいいのを理解してなかったので、私の負けです。ダメですね。いやいや、まあでもかなりすごい、やっぱ精度は高いですね。あげるよ。はい、ということで、マッカンいただきまーす、僕がね。ということでですね、まあここまでもう9問やってまいりまして、ラストだね、ラスト1問になります。でも今の当てたかったな、一番当てておおってなるとこやん。いやでもね、結構おおとはなるんじゃないかな、これ。ここなかなか合ってたはずだけど、ほぼほぼ合ってはいたからね。いや、やっぱその
同じようなシーンが 1期の1話でもあるから、そこと、なんだろう、被っちゃってるところあるから、ね、うん、こっちでこうだったな、でも最終話どうだったかなで、なんかおかしくなっちゃった。まあでも一応1期の最終話なんで、なかなかまあ名シーンじゃ名シーンですから、そうだね、結構まあ象徴的なシーンではあるので、2人の関係性1期と最後で全く同じような下りなんだけど、うん、明らかに関係性が変わってるっていう印象的なシーン。そうそうそう。ラスト第10問です。こちらの動画はですね、おとわりで、見ていただくんですけれども、見てはもらえ、いただけません。は？今後大丈夫？おとわりで聞いていただきます。音だけ？音だけを。了解です。まあ、何期の何話かを当てていただこうと。まあ、映像は見れませんからね。本当、音だけなので、聞いていただきましょう。スタートです。ねえ、なんかあった？はい。うわ、もう一回いきますか。ちょっと待った待った、はい、分かった、 OK、 食器の音がしたから分かった。はい、え、話数いります？そうですね、一応何話かまで。もうこれ最終問題なんでかなりむずい。いや、もうやっぱ気持ちよく終わりたい。そうだね、これでもこれ当てるの結構マジですごいと思う。映像見てないしね。はい、いいでしょう。はい、それでは回答どうぞ。族の第3話、引きがや家朝食、小町とヒッキーがちょっとちっちゃな喧嘩みたいなシーン。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。修学旅行が終わって、うん、あの竹林の霊のところでヒッキーがやらかして、うん、それで雪乃とユイとヒッキーがギクシャクしたことに感づいた小町が声をかけるんだけど、うん、ヒッキーが鬱陶しがってしつこいって言って小町が怒るっていうシーンのはずです。族3話正解です。まあ、まさにその通りでございます。このね、こういう感じですね。あー、よかった。食器の音がなかったら分かってなかった。ね、なんかあったか、缶でもあるのよ、うんうんうん、でここでは喧嘩してるんだけど、うん、缶ではここは喧嘩にならないっていう、はいはいはい、2人の兄弟関係の成長を描くシーンがあるから、うん、そっちの方のなんかあったは多分もうちょっと明るい感じで、うん、なんかあったあったと思うから、うんうんうん、こっちかなって思った。いや、もうさすがでございました。よかったということでですね、2問不正解あったんですけれども、もう8問正答率 80% 超えと。いや、素晴らしい。これはかなり難しい問題作ってきたかなと、あ、思ったんですけど、ここまで当てられるとはね。よかった、マジで。いやー、もう自分のこちらのね、2万円するフィギュアも守れたということで、マッカンはですね、マッカンは多少僕がもらいますけれども、本当によかったー、おめでとうございます。よかった、マジでよかった、嬉しい、ね。俺がいるがついに終わりを迎えるところですけれども、絶対お前3期1番も見てねえだろ。見てないっす。なんなら族も見てない。見てないっす。まあ、最後に一言なんかあったら、あ、ファンとしてね、何かありましたらよかったら。ガチで、うん、ここまで繰り返して見てる人本当にいないと思うんで。そうだね、やっぱその好きなアニメ、俺このアニメ10週20週ぐらいしてるわっていうやついるけど、絶対してないから。そんなに、うんうんうん、アニメをシンプルに10週するってものすごい時間がかかるわけよ。そうやな、ワンクールだったらまた別だけど、うんうん、俺マジで冗談なしに1日1話以上は誰かの話見てるし、見てる、ね、マジで冗談なきに30週以上してるから、うん、渡さんイベント呼んでください。俺もね、もうたまに泊まりますけど、あの朝起きたら朝飯食いながら見てますからね。俺のこと無視して朝飯食いながらマックでこれぼーっとこれ飯つきながらね食ってますけども、ほんとね、まあ、そんなぐらいには好きなのでね、まあ、彼の愛が伝わったんじゃないでしょうかということで、本日は「俺がいる」のクイズ大会でございましたということで、また次の動画でお会いしましょう。挑戦者求む、バイバーイ。バイバーイ。はあ、よかった。問題、わざわざありがとうございます。こちらこそ。サブスクライブ&ヘッドライクボタン。まあ、あなたにも頼むことがありますけど、なんかあれは、はい。バイバイ。お疲れ様でした。ああ。